それでは、離散最適書き揃うの授業を始めていきます。担当する岡本よしおです。よろしくお願いします。皆さん、音は聞こえてますか？いいですか？画面共有もできていいですか？はい。ですね、まず、初めにこの授業でどういうことをしていくのかってことを説明していきます。概要ですね。主題は何か。離散最適化のトピックの一つとして、グラフの順動形を取り上げ、その数理的側面と計算的側面の双方を意識して講義していきます。でですね、この離散最適化基礎論っていう講義はですね、毎年違うトピックの話をしてるんですけども、この離散最適化、いや、離散最適化の基礎となるものはですね、いろいろとあって、たくさんあって、その毎年違う内容をやってるんですけども、それでもまだ、なんでしょう、網羅しきれてないというか、って感じなんですけども、グラフの順動形っていう話は、離散最適化基礎論という枠組みから言うと、ちょっと外れた内容なんですけども、今後これは基礎になっていくだろうというような感じなので、ある意味、先取りをしてやってるという感じです。で、ですね、これ非常に重要なトピックなんですね。離散数学において。非常に重要なトピックで、いろんな研究があるんですけども、で、しかもですね、他のいろんな分野と関連してるんですよ。で、だけども、この講義自体は、もうほぼ、グラフの話だけです。グラフの話しかなくて、あんまりその最適化とか、そういう感じはあんまりしないような話の流れになってるんですけども、だから、まず、なんでこれを取り扱うというと、これが、それ自体重要なトピックであるっていうこともありますし、なおかつですね、今まで皆さんが、この離散数学とかというような枠組みで、学習してきたことが、ほぼ全て出てくるような形になっています。で、それは、そのグラフであったり、写像であったりとか、その二項関係ですね、動値関係、順序関係というもの、あるいは、アルゴリズム、計算量というものが出てきて、ですね、非常に、なんていうんですか、もういろんなものがですね、混在してというか、ちゃんと出てくるんですね。ちゃんと出てくるので、その今までその離散数学を勉強してきた人にとっては、この離散数学勉強してきてよかったなというのを感じられる、伏線回収じゃないですけども、そういうような感じの内容になるわけです。で、このグラフの順動形っていうのは何なのかってことを後でちゃんと定義もします。今日定義します。はい。で、グラフの順動形って何なのかっていうと、簡単に言うとですね、グラフの最色という概念があるんですけども、それを一般化すると、グラフの順動形っていうのが出てきます。この一般化が何なのかってことは、今日はこれも説明します。はい。で、これをですね、さらに一般化すると、制約充足問題っていうのが出てきます。これ、下に言われたですね、コンストレントサティスファクションプログラムがあります。で、このコンストレントサティスファクションプログラム、これはですね、非常に重要です。非常に重要です。で、これはその離散最適化のみならず、なんていうんですかね。論理プログラミングとかですね。論理的な人工知能ですね。昔ですね、昔とは言っちゃいけないんだけども、10年ぐらい前までは、だいたい人工知能って言ったら、ほぼですね、これも言うとまた怒られるな。人工知能研究の中の大きな部分は、このコンストレントサティスファクションプログラム、制約充足問題をいかに解くかとかっていう話に割と力が注がれていたんですね。で、今でもそうなんですけども、なぜかですね、今はなんか人工知能っていうと、なんか機械学習とかですね、深層学習とかしかないような印象を皆さんは受けるかもしれないけども、全くそんなことはなくって、こういうですね、その知識をいかに表現するかとか、その表現の中でいかに推論をするかとかですね、そういうことは非常に重要なトピックで、で、今でも重要であり続けるんですけども、なんかですね、その巷の AI というその、人工知能、AI とかって言うんだったら、もう AI って言われてるんじゃないかって思うんだけど、それは置いといて、非常に重要なトピックです。で、この制約充足問題の話は、ちょっとこの授業ではできないです。だからこの制約充足問題の話をしようとすると、それはそれで深い話で、いろんなトピックとか、いろんな研究の方法とか、授業で扱うことも、多分、一コマ、できると思うんだけども、この授業では、このグラフの順動形に絞って話をしていきます。はい。もしかして、時間があれば、一般化して、この制約充足問題とグラフ順動形がどう関係するのかって話もするかもしれませんけども、多分できません。多分できません。ので、このグラフの順動形の話をしっかりとやっていきたいと思います。はい。
で、まあ実はですね、まあグラフの順動形やるだけでも、まあ一コマで収まるのかっていうことはちょっとあって、まあ頑張って一コマ分の内容でうまく伝えられるところは伝えていきたいと思います。多分グラフの順動形だけは多分2年間ぐらい講義できると思うんですけども、まあそこまで深くやっても、ちょっとまあその基礎論という枠組みでは、深く追い求めすぎると思うので、ここでは基礎的な部分を半年間やっていこうと思います。はい。で、グラフの最初っていうのが、まあ、このグラフにおいてよく出てくる概念です。で、これはもしかしたらご存知の方多いと思うんですけども、まあ、これについても今日は復習という形で、ちゃんと定義からやっていきたいと思います。で、スケジュールですね。まあ、大体15回ぐらいあるんですけども、まあ、これ見てもね、わかんないかもしれないですけども、まあ、初めの方は、その基本的な性質とか、あとその彩色の、一般化の話とか、その順動形ではどういう構造を持っているのかっていう話が続きます。で、最後の方で、まあ、そのアルゴリズムの話をしようかなっていうふうに思っています。はい。で、一応言っとくんですけども、12月7日っていう日があって、この日ちょっと私は国内出張をする予定があるので、この日は休みにしようと思います。休みというのは休校ということですね。リアルタイム授業が休校になりますということです。はい。で、予備が一応2月8日にあって、まあ、予備の日にもしかしたらやるかもしれないし、やらないかもしれないし、まあ、オンデマンド授業って形でやるかもしれない。まあ、いろんな形がちょっとあり得るかもしれませんけども、まあ、予備としてます。まあ、基本的にやらないと思ってます。はい。で、この授業は、私が岡本芳雄で担当します。で、講義資料はこのページにありまして、これはクラスルームの方からもたどれるように今なっております。はい。で、資料は講義前日の夜22時までにここに置かれますので、まあ、前の日に見ておきたいとかって、まあ、あるいはその、今日の朝ですね、この授業始まる前に見ておきたいという人も見れますので、まあ、そういう意味でこれを事前に見て予習をしておくということも可能です、可能です、するといいですよっていうふうに言ってるわけではなくて、そういうこともできますので、もしそういうふうにしたい人はそのように使ってください。はい。で、このですね、講義資料は何なのかというと、この今ですね、このズームの画面でお見せしている、共有しているこのスライドそのものが置かれています。置かれています。で、それ以外にも、もしですね、このスライドをなんかその印刷して紙としてですね、手元に置いておきたいという人がいる場合には、印刷しやすいように8枚のスライドを1ページに収めたものっていうのも、ここに置いておりますので、それも必要ならばご活用ください。はい。で、今度どういう形で進めていこうかっていうふうなことなんですけども、まず初めの方というか、まあ、大体まあ90分ぐらい、マイナス5分ぐらいで、普通に講義をこのリアルタイムの形でしていきます。で、この質問はコメントスクリーンでできるようにしてますので、いつでもなんか質問とか、なんかコメントとか、ここ間違ってますよとかっていうようなことがあったら、コメント流してください。よろしくお願いします。ズームのチャットの方で、質問していただいても構いません。はい。で、コメントスクリーンの URL は Google Classroom で通知してまして、これ一応毎回異なるようになるはずです。はい。なので、毎回お伝えします。はい。毎回、Google Classroom のストリームでお伝えするという形になります。はい。で、終わるときにですね、開始するときに、その回の授業に対するコメントですね、感想とか質問を Google フォームで提出するようにしてください。今ですね、第1回目の、コメントが提出できるようになっていると思います。これはですね、この授業の10時40分に、なんだろう、設定して、なんていうの、フォームが作られるようになってます。まあ、作られてるのはもっと前なんですけど、それが皆さんに見えるようになるのが10時40分になってますので、まあ、授業が終わったら、その時に、感想を提出してください。で、これはですね、この日の、今日の13時、1時まで提出できるようになってますので、まあ、できる限り授業終わったらすぐに提出してもらうのがいいと思いますけども、まあ、ちょっとすぐではちょっとなんか都合が悪いという方は、1時までにちゃんと提出をお願いします。で、このコメントを提出していただいたら、そのコメントの中の、まあ、質問や感想に対する回答を私の方が、作りまして、それは講義ページの方に掲載されます。で、まあ、なんか重要な質問がある場合には、授業の中でも、補足する、可能性はありますけども、基本的にそういうことはなくて、このコメントに対する回答は講義ページの方で行われるというふうに思ってください。はい。あとですね、オフィスアワーみたいな形で、普通にちょっと質問がしたいとかっていうようなことを、普通にというか、
1対1とか、まあ、あるいはグループでも構いませんけれども、私となんかその授業時間外に質問がしたいという方は、いつでも、受け付けますの、いつでもじゃないですね。アポイントメントで、受け付けますので、アポイントメント取っていただいて、それで、なんだろう。アポイントメントを取ってもらって、それで、その質問などをするようにしてください。よろしくお願いします。はい。で、これは授業の進み方です。授業の進み方はいいでしょうか？なんか質問とかありますか？よろしいですか？割とね、コメントスクリーンとかで質問を打つのは、大変なんですよね。タイプするのは。しかもなんか皆さんはその PC とかいいか、そのキーボードを目の前にしてるかどうか私わかんなくて、もしかしたらその、まあ、スマートフォンとかで受けてるかもしれません。その場合、あ、でもスマートフォンでこれコメントスクリーンとか使えるんですかね。ちょっとそれがよくわかってないんですけども。使えるんですかね。このサムアップが使えるっていう意味のことわかんないんですけども、まあもしかしたら、いいですか？じゃ質問ないという形で、次に進んでいきます。はい。評価はどのようにするか。成績評価ですね。これはですね、2回のレポートのみです。だから皆さん、これ、いわゆる出席点というのはないです。出席点というのはないですし、コメント、をその出すか出さないかっていうことも、成績に関わりません。ので、このレポートのみで成績評価が行われるということにします。今、流れたコメントについては、質問については後でお答えします。で、先にちょっとこの評価だけ、説明しておくと、2回のレポートの、出題日と提出締め切りもすでにこれ決まってます。このスケジュールでやってきますので、よろしくお願いします。で、1回目は、11月23日に出題されて、12月8日が締め切りです。で、2回目は1月18日に出題されて、2月9日が締め切りです。で、これ要項説明って言ってますけども、これは、授業中にそのレポートの内容を説明するわけではなくって、その要項の説明をされる文書が、この日までに授業のウェブページに掲載されるという意味だと思ってください。はい。で、成績は、この2つのレポートの点をそのまま足したものになります。で、両方とも、50点満点で足して100点満点になるという形になってますので、よろしくお願いします。はい。で、質問に答えますね。質問は、機械学習イコール政略充足問題イコール最適化手法で、グラフイコール知識イコールデータ構造の表現方法かと言われると、まあ、そうとは限らないですね。まあ、難しい言い方ですけど、まあ、なんか、機械学習って言ってるものの中に最適化手法を使う場合もあって、だから、なんだろうな、機械学習から見ると、最適化っていうのは、どちらかというと道具なんですね。最適化を使って機械学習を行うっていうような、そういうような形になっています。で、政略住職問題っていうのは、まあ一応それはなんか問題の表現方法、あるいはその問題の、解法、アルゴリズムを研究する分野だと思われてるんですけども、その政略住職問題を使って機械学習を行うこともあります。し、政略住職問題を解く、アルゴリズムの中で最適化の手法を解くこともあります。ただ、まあ、なんかイコールと言ってしまうのは、あんまりよろしくないかもしれませんけども、まあそういう意味でその3つは、密接に関連していると。ということになっています。で、一方で、グラフっていうのは、どちらかというと、まあ、ご質問の中でいただいたような、データとか、まあ、知識の表現方法、あるいはその、モデル化の方法を表しているようなことになってまして、だから、まあ、グラフ自体が、なんか、機械学習であるとか、最適化であるとか、というふうに、まあ、言えないわけですけども、まあ、そこに、表現していただいた、まあ、グラフイコールデータの表現方法っていう見方は、ある程度正しいかなというふうに思います。そのグラフによって表現することが良いデータとか、グラフによって表現すると、効果的であるようなデータとか、まあ、そうでないものもあるとは思うんですけども、まあ、そのようなその表現方法の中の一つとして、まあ、グラフを使う方法があるというふうに思っていただけばいいかなというふうに思います。それで質問の回答になってますでしょうか？どうでしょうか？いいですか？ありがとうございます。はい。まあ、こんな形で、コメントを流していただければ、質問に対して答えますので、そういう形で使ってください。はい。では、この授業の教科書は一応ないんですけども、私自身はここに書いてあるような、まあ、参考書を、参考にして、この授業は作っていくという形になります。で、まあ、この最後のボデルスキーの講義ノートは、まあ、新しい
もので、この中にはいろんなことが書いてあるんだけど、これ自身は、このマークのグラフホモモフィズムっていうのは、これがグラフの純動形なんですけども、これよりも、この後ろのこのユニバーサルアルジブラ、普遍代数っていうのがあるんですけども、普遍代数。代数っていうのがあるんですけども、そちらに割と重きが置かれてるから、どちらかというと、そのグラフ純動形をちゃんと、研究したり、ちゃんと勉強しようとすると、この普遍代数は避けて通れないんだけども、この講義は、この普遍代数に関する側面をあんまり追い求めないように、割とそのグラフの中で閉じるように、構成します。構成します。で、そういう意味では、割とその、上の3つを割と参考にしているかなっていう感じがします。でも、この上の3つはですね、割とその情報としては古いんですよね。一番新しいのが2004年のこの本ですね。これちょっと隣にあって、これこういう本なんですけど、見えるかな、ね、こういう本なんですけども、こういう本なんですけども、厚さこんなもんですね。厚さこんなもんの本なんですけども、これもですね、これ2004年なんですよね。この本は、グラフの純動形を勉強するときには、大体皆さんが通る本なんですけども、これはですね、ちょっと今ペンがどっかに行ってしまった。ですね。なんですけども、ちょっと、いかんせん、ちょっと2004年の出版って古いので、新しい情報とかは、その他の、研究論文を参照したりして補っていくという形になります。はい。で、ここまでが一応その、ガイダンス的な内容で、この後、今から、授業の内容に入っていこうと思うんですけども、ここまでよろしいでしょうか。はい。じゃあ、ここからちょっと授業を進めていくでいいかな。今は時間としては、20分ぐらい喋ってますね。じゃあ、もう少しやりますね。ちょっと私、90分間喋り続けるのは大体苦手で、途中で休憩を入れたいんですけども、休憩を入れるのはまだ早いかなと思うので、じゃあ、このまま授業を進めていって、今日の目標からまず言います。今日はですね、グラフの純動形っていうのを定義するんですけども、まず定義を理解してほしいということと、グラフの純動形と似た概念がいくつかあります、世の中には。で、その違いをちゃんと理解するってことも一つ重要なポイントです。で、もう一つは、初めに言った通り、グラフの純動形っていうのは、グラフの彩色を一般化したものなので、どういうふうに一般化してるのかってことをちゃんと理解するということになります。で、この二つをちゃんと理解していくことを目標にしましょう。はい。それでは、まず今日の内容は多い気がするんだけども、じゃあまずグラフの最初からやっていきます。ですね、まずはその前にグラフって何なんだってことも一応復習しておきたいと思います。この講義ではですね、無効グラフと呼ばれているグラフと有効グラフと呼ばれているグラフを扱っていくのですけども、その2つは割と、違うと言っていいかな。ので、別々に定義をします。まず無効グラフを定義します。無効グラフっていうのはですね、V と E という集合の組です。で、V は集合。この講義では大体有限集合として V を考えていくことにします。で、E は V の要素数2の部分集合の集合です。何言ってるか分かんないって感じなので、例を考えていきます。この例では V は1、2、3、4、5っていう5つの要素を持つ集合です。で、E は何かというと、この V の要素数2の部分集合をいくつか集めてきています。全部集めてきているわけではありません。全部集めてきてもいいんだけども、一部でも構わない。例えば、これ1、2っていうのは、この1と2を持ってきて集合を作っているところですね。ちなみに、この波括弧、これは集合を表すところですね。はい。で、1、2とか、5、3、4っていうのを、3と4っていうのを集めてきて作ってる集合です。で、その集合を集めて集合を作ってるってことですね。いいですか？はい。で、集合なので、今これ225と書いてあるものありますけども、これは52っていう集合と同じです。集合っていうのはその中にどういうものが要素として含まれているのか、含まれていないのかっていうことだけは重要なので、この各順番は重要ではないということになってますね。それは注意をしてください。はい。これが定義です。これ、無効グラフの定義です。一応、英語を書いておこうかな。アンディレクテッドグラフですね。アンディレクテッドグラフ。は
概要ですね。はい。で、まあ、これ、よくですね、向こうグラフが図示します。図示します。図で表します。で、どういうことかっていう、どういうふうに表すかっていうと、頂点は、これですね、まあ、点で表す。今、1、2、3、4、5っていうグラフなので、その、まあ、ラベルというか名前を、この頂点のを表す丸点の中に書いてます。まあ、中に書かなくて、その横に書くっていうような形で書くこともあり得ますけども、まあ、そんな形です。で、辺の方ですね。あ、辺でしょ。E の要素。1、2とか2、1、5とか。これは、その、点を結ぶ線として表します。今、この線はですね、直線で書いてますけども、曲線でも構いません。曲線でも構いません。はい。曲がっていてもいいってことですね。はい。で、この1とかが結ばれているとか、2とかが結ばれているってことを、この図で表す。で、そうすると、まあ、上のような形で、まあ、文字で書くよりも見やすいし、な構造も分かりやすいかなって、まあ、気がするということですね。はい。これが向こうグラフです。よろしいでしょうか。だから、別に言うとすると、この描き方っていうのは、まあ、任意性があって、この上の、この集合で定義しているのが、このグラフの本体だというふうに思ってほしいわけです。この描き方っていうのは、まあ、その説明するためだけにやってると思ってください。はい。で、グラフに関する用語がいくつかありますので、ちょっとここでまとめています。先ほどちょっと口走ってしまいましたけども、V の要素は頂点と呼んで、E の要素は辺と呼びます。で、V は頂点の集めなので、頂点集合。E は辺集合と呼びます。それで、辺 UV に対して、この U と V のことをその辺の端点と言います。例えばこの辺ですね。今この辺にちょっとこれ E とすると、1、5は E の端点です。はい、そうですね。で、ですね。頂点 V が辺 E の端点であるとき、V は E に接続すると言います。あるいは E は V に接続するという言い方もします。つまり、頂点と辺の関係っていうのはこの接続という言葉で表されます。これはですね、よくね、間違えられます。何と間違えられるかっていうと、下にこの隣接っていう言葉があるんですけども、隣接というのは頂点と頂点の関係に使われます。頂点と頂点があって U と V としたときに、それらが辺をなすとき、U と V は隣接すると言います。ただ、この例では、1と5という頂点は隣接します。ですか？で、1と5は接続すると言いません。ですかね。だからもう一度言うと、隣接するっていうのは、頂点と頂点の関係に対して使われて、接続するっていうのは、頂点と辺の関係に対して使われます。まあ、ちなみにですね、辺と辺に対しては隣接するっていう言い方を使うことはあるんだけども、まあ、この授業では多分使わないので、まあ、それは、今のところ考えなくていいということにします。ここまで、まあ、復習のような話ですけども、いいですか？はい、じゃあ進んでいこうと思います。で、今ですね、グラフのその図示の仕方には任意性があるっていうふうに言ったんですけども、まあ、これその、一つのグラフを三つの異なる形で図示してみたということですね。先ほど言った通り、この曲線を使っても構わないということですね。はい。で、まあ、この書き方によって、まあ、その、皆さんが抱く印象っていうのは、そのグラフに対して今変わってくるかもしれないとは思うんですよね。だから、まあ、先ほどその、描き方っていうのはそんなに重要ではない。その、グラフの本体というのはこの集合の方にあるんだというふうに言ったんだけども、この描き方によって、その、このグラフが人々に与える、人間に与える印象っていうのは変わってくる可能性があるので、この描き方 自体っていうのは案外重要なんですけども、まあ、その側面はこの授業ではあんまり追い求めないということにします。実際にですね、その描き方、どのように描くといいんでしょうということを研究する分野っていうのはあるんですけども、それはこの、講義の対象ではないということになります。はい。でですね、今後、さあ向こうグラフがあったら、その向こうグラフの頂点集合を、そのグラフ G の、頂点集合だったということを明示するために VG とか言ったり、編集後の方は EG と書いてするっていうような記号を使うこともありますので注意をしてください。はい。で、重要な概念、彩色です。何かというとですね、向こうグラフがあったら、その彩色っていうのは何かというと、頂点に色を割り当てます。頂点に色を割り当てます。言えないな。色を割り当てます。で、その時に、
一つの辺の両端点の色が必ず違うようになるようにしてくださいという条件があります。じゃあこれもちょっと読みますね。G の彩色とは、G の頂点への色の割り当てで各辺の両端点の色が異なるものです。でいろんな注意があるんですけども、まずこの漢字ですね。漢字。これは彩色と読みます。辞書を引くと、この漢字には、彩色っていう日本語が割り当てられていることがありまして、で、彩色という日本語もあるんだけども、この場合、グラフのカラーリングというときに、これは彩色と読みます。だから、彩色とはこのまま読まないようにしてください。はい、彩色です。で、下に例がありまして、これはある向こうグラフなんですけども、各頂点に赤か青か緑の色を塗っています。で、ちょっと色はですね、見にくいかもしれませんので、形でも区別しています。赤が丸。青が四角、緑が三角で表されています。で、この左の方のですね、色の割り当ては、これ彩色になっています。なぜかというと、どの辺を見ても、その両端点の色が異なるからです。ちょっと色が悪いかな。この辺の色が悪いので、辺の色を変えまして、異なっているからです。ちょっとこれも、ビビン、ごめんなさい。これですね。はい。で、右側なんですけども、これは彩色ではありません。なんでかっていうと、ここにですね、両端点の色が同じような辺があるからです。まあ、ここだけじゃなくて、もっとたくさんあって、ここもそうです、ここもそうです。って感じになってますけども、まあ、まあ、いずれにせよ、これは彩色ではありません。ですか。よろしいでしょうか。まあ、まず、まあ、これを理解してほしいことですね。うん。で、ですね、同じ色を持つ頂点の集合を彩色クラス、カラークラスということがあります。彩色において、彩色において同じ色の持つ頂点の集合を彩色クラスと呼びます。例えば、まあ、この左だと、この赤の3つの頂点。これ1つの彩色クラスです。で、青2つ。これも1つの彩色クラス。で、緑2つ。これも1つの彩色クラスということですね。だから、この3色で塗られている場合は3つ彩色クラスがあるということになります。はい。次ですね。で、今これは直感的な定義というふうに言っています。で、もう少し、ちゃんと定義しようとすると、彩色というのは写像で表されます。何かというと、頂点に色を割り当てる写像です。で、今、この場合、色はですね、赤、青、緑っていうふうに書いてますけど、別にこの赤、青、緑っていうのは、どんな記号でもいいわけです。で、どんな記号でもいいので、よく使われる記号は整数です。そういう形でこういうふうに書いてみましょうと。で、この場合、今、その、軽彩色っていう言葉を定義してるんですけども、軽彩色といったら、それは、稽古の色を使って頂点に色を塗りましょうということを表します。で、それは、この写像で表されると。頂点集合が今ついてですね。に対して、1から K という色の集合を考えましょうということになって、その頂点に対して色を割り当てる写像 C。まあ、C っていうのは別の記号でもいいんだけども、その写像として表されるということですね。で、この場合は、どういう条件をこの写像が満たしていないといけないかというと、任意の辺 UV に対して、この U と V というのがこの辺の端点なんですけども、CU というものと CV が異なるということですね。CU っていうのは、これは、だから、直感的に言うと、U に割り当てられた色を表すわけです。で、同じように CV は V に割り当てられた色を表すわけです。で、それが異なりますよ、ということですね。よろしいでしょうか。ですか。まあ、形式的には、彩色というのはこの写像で表されるということが重要です。で、さっきちょっと言わなかったので、ちょっと一個戻りながら言うんですけども、カラリングっていうふうな英語に彩色で対応するんですけども、このカラリングっていうこの英単語は、いわゆるアメリカ式です。で、ですね、イギリス式に書くとすると、これは、この U が挟まるんですね。で、だから、ですね、この二つの単語は一応、どちらも正しいということになるんですけども、この講義では、英語を使うときはアメリカ式のものを使っていくということになりますので、その点もご了承ください。だから、その次のページの K カラリングっていうのも、イギリス式の書き方と違うんだけども、ここではアメリカ式で書いていくということになります。はい。で、それで、グラフがあって、グラフが軽彩色可能であるっていうことは、これはそのグラフの性質なんですけども、それはどういうことかっていうと、このグラフ G に
経済色が存在するときにそういうふうに言います。読むとこれですね、見ますと、G が経済色可能であるとは、G の経済色が存在することです。だから今このグラフはですね、3彩色を持っていて、実は2彩色存在しないんですけども、ということなので、これは、あ、すいません。それは、今、重要じゃなくて、すいません。もう一度説明します。このグラフは3彩色を持っているので、つまりこれ3彩色可能です。で、実は2彩色が存在しないということは言えます。これは多分、後の講義の方で、わかるんですけども、存在しませんので、これはだから2彩色可能ではないです。最初可能ではない。ということになります。ので、それが、経済上可能であるとの定義の説明に、例を通した説明になります。いいですか？で、下に中がありますね、中。G が経済上可能であるならば、このグラフ G は K プラス1成長可能でもあります。例えば今このグラフですね。このグラフは3彩色可能なんですけども、このグラフは4彩色可能でもあるわけです。なんでかというと、この3色の割り当てというのは、その今手持ちに4色あるうちの3色しか使ってないっていうふうに見なせば、これがその4色の色集合への写像とも見なせるわけです。いいですか？だから、この3彩色自身は、その写像の意味で4彩色であるっていうふうに見なせるわけです。だから、このグラフは、4彩色可能でもありますし、同じように5彩色、6彩色、174彩色可能であるというふうに言えるということになるわけです。ですか？で、そうすると、このグラフが一つだったら、その何彩色可能ですかっていうこの K の、一番小さな値が気になるわけです。だからこのグラフの場合は3彩色可能であって、2彩色可能ではないですね。だからこの2を超えたら、3、4、5、6、7、8、174。どこまでもその数で最初可能なわけですね。その一番小さな値が何なのかということが重要な考察対象になります。で、その最小値のことを染色数と言います。これはこれですね。グラフ G の染色数といったら、それは計算色が存在するような最小の K です。だからそれは、ここに書いてあるのが2つ書きまして、まず染色数はですね、この解。解ですね。解という、ギリシャ文字で表すんですけども、それは、まあ、この書き方をすると、この書き方、ここですね。書き方をすると、G が経済色可能であるような K の最小値と書けます。ですか？で、先ほどのグラフは、つまり3彩色可能であって、2彩色可能ではないので、このグラフの染色数は3になります。下で見えないかな？いいですか？三色、彩色、染色数は3になります。いいですか？で、この今後この、まあ、解っていう記号は、まあ、使っていくことになるかもしれませんが、解と見たら、それは染色数を表すんだというふうに思ってください。はい。ここまでよろしいですか？はい。で、大体これがですね、その、まあ、グラフの彩色を知ってる人は、まあ、これぐらいは知ってるかなというぐらいのことの、まあ、復習になりますし、ここの、授業で初めてグラフの彩色っていうのを聞いたかなっていう人にとっては、まあ、ここまでが基本的なことなんだっていうふうに思ってください。はい。で、この後で、じゃあこの彩色というのが、この純動形というものに一般化されるんですけども、まずそれを定義して、なんでそれが一般化になっているのかっていう話は、今日の最後で出てきます。じゃあですね、ここでようやく私は休憩をしたいという気になったので休憩をしたいと思います。で、休憩ちょっとですね、どうしようかな、3分にしようかな。で、3分ちょっと休憩をしようと思いますので、まあ、休憩中に質問があったら、それも、コメントスクリーンで流していただくか、チャットの方に書いていただいても全然問題ないので、それを押してください。で、そうすれば休憩明けにそれを拾ってお答えします。で、休憩中は私は、席を離れますので、一応この画面の中にいないと思ってください。はい。じゃあ、3分休憩始めて、この3分が終わったら再開します。
はい、それでは再開していきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ですね。今、グラフの最初の定義をしたんですけども、じゃあ次はグラフの順動形の話をしていきます。で、見た目はですね、全くこのグラフの最初と違います。つまり、そのグラフの最初を、このグラフの順動形は一般化しているというのに、今から説明するグラフの順動形っていうのは全くその一般化に見えないと思います。だけども、それがなんで一般化になっているのかってことは、後で説明します。はい。で、いきなり定義なんですけども、まず、2つグラフがあります。グラフ GH。で、今日の主な目的は、まずこれをちゃんと理解する。で、これが今後ずっと出てくるわけなので、これちゃんと理解してほしいと思います。で、順動形って言ってるのは、順動形写像ですから、本来は順動形写像っていうふうに言わなくちゃいけないんだけども、まあ、それを省略して順動形というふうに言ったりします。順動形といったら、それは順動形写像を表すと思ってもらって構わないです。で、この2つのグラフ GH があったら、G から H への順動形写像とは何なのかってことは今からここで定義されます。順動形写像とは何かってと、これは写像です。写像です。で、それは何かというと、G の頂点集合から H の頂点集合への写像です。で、それは、ここに書いてある条件を満たさないといけない。何かというと、UV が G の辺であったら、その U と V を、この F という写像で写したもの、FUFV。これも、H の辺にあってやっていけない。で、こういうものです。が定義です。で、下に例があるので、下の例を見ますね。今、ここに G というものがあります。H というものがあります。G の頂点集合は、じゃ書いておくと、G の頂点集合は、1、2、3、4、5です。これは赤で隠しても良くなかったと思ったんだけども、しょうがないですね。VH の頂点集合は ABCD です。で、この右側に F というものがありますけども、これが、この場合実際は、に順動形写像になっています。で、これは1を C に移して、2を D に移して、3を C に移して、4を A に移して、5を B に移す。こんな形ですね。あ、まずこれは、この F というのは VG から VH の写像になっています。まず、それを確認してください。ですか。そうなっています。で、なおかつ、これはここに書いてある条件を満たします。ですかね。で、まず、この左側の条件を満たすのは UV 持ってきます。だから、この G というグラフの辺ですね。まあ、どれでもいいんだろう。例えば、1、4という辺がこれ持ってきます。ですか。だから今、この U が1で、V が4の場合があります。で、そうすると、FU と FV なんでしょうって言われると、1は C に移されて、V、4は A に移されますから、FU は C で、FV は A と、こうなります。そうすると、じゃあこの C と A の組っていうのは、この H の辺ですかと言われると、A と C の組、これですね。で、これ辺としても今結ばれてますから、確かに、この U と V を1、4として選んだときには、この後ろの条件、性質が成り立つということがわかるわけです。いいですか？で、これがどの辺に対して、どの G の辺に対して成り立つということを言っているんです。例えば、5、3っていう辺を取ってきたら、3はどこ？ 3 は C。5は B に移りますから、ちょうどこの辺に移ると。で、これ辺になってると。ですか？他のものを見ましょう。例えば、じゃあ、2、3見ましょうと。そうすると、2は D に移って、3は C に移りますから、これは CD、ここですね。なってて、これでやっぱり確かに辺になってる。これ全部やりましょうか。せっかくだから。1、2っていう辺を見たら、1、2は CD に移ると。だからこれ、ここですね。ここに移ると。だからこの、ピンクとこの黄色は同じ辺に移ってますけど、それが別に構わないわけです。で、1号、もう色がないんだけども、1号。1号っていうのは、CB 移りますね。これ、ここですね。これもだから赤とこの水色が同じ辺に移ってますけども、これも構わない。辺に移ってばいいか、構わない。で、色が足りなくて、ちょっとじゃあ波線を使うと、4号っていう辺は、4が A に移って、こう B に移って、こう A で行く。こんな感じになってる。ということです。だから、この写像 F は、順動形です。順動形写像です。よろしいですか？わかんない。いいですか？ありがとうございます。
じゃあ良さそうだということで進んでいくんですけども、ちょっとこの例が良くないところが1個あって、何かっていうと、今ですね、この例では、H 側の辺を見ると、H 側の辺がその全ての移り先として現れてるんですね。ちょっと日本語良くない。この、H の辺は移り先として全て現れてることになっています。だけども、それはこの順動形の定義には入っていません。例えば、例えばといって間違えちゃう可能性があるから、間違えちゃう可能性があるから、やめた。やめようかな。そうですね、ちょっとやめときます。間違えた可能性あるので、やめときまして、例えば、なんかこの AB という辺が、その移り先として使われないということも、この順動形作用の定義は許してます。はい。ので、それは、誤解しないようにしてください。はい。で、これは順動形作動の定義です。で、まあ、今後ですね、その移り先のことを、こういうふうにその表で書くのがめんどくさい場合には、このようにその直接、この図の中に矢印を書いてしまうこともあります。例えば、1は C に移るっていうのが、この1から C への矢印で表されるという形で、この順動形を表すこともあります。で、ちょっと、強調しておくと、このように、適当に矢印を引けば、それが順動形になるとは限りません。ちゃんとこの下の条件を満たすことは必要なので、それは注意してください。だけども、この写像の表現方法として、こういう、矢印を直接書き入れるという方法を今後使うことがあります。注意をしてください。はい。で、別の、イメージの仕方としては、こういう考え方もあるっていうのをここで書いてます。まあ、この考え方が今後有効になるかどうかちょっとわかんないんだけども、一応、イメージの仕方としてこういうこともありますよってことを書いてます。で、これ何かというと、この下の座はどういう図を表したかっていうと、この、ですね、大きな、このグレーの部分。これは H というグラフを表していると思ってください。で、だから H グラフの方を膨らませている。で、この、その H の、この、というグラフの A の部分、B の部分、C の部分、D の部分っていうのちょっとこれ膨らんでるんですけども、先ほどの順動計算作動っていうのは、G の頂点を H の頂点に移しているので、その G の各頂点について、その移された先、移した先の頂点が何であるかに応じて、その G の頂点をその移された先の頂点の中に書き入れるという形で書いてます。いいですか？だから今、C に対しては、1と3が C に行ってますから、C の中に1と書いてる。こんな感じですね。こんな感じです。で、それと同時に G の辺も、この AH の中に書き入れてます。こんな感じで。こんな感じで。そういう図です。で、何を言ってるのかというと、この写像が順動形写像であるというのは何を意味するかというと、このように書き入れた辺が、ちょうどこの H の辺に沿って描かれている。っていうことです。例えば、このグラフにはないんだけども、24っていう辺が実際あったとすると、24をここに書こうとすると、この4から2、こういうふうに長く、これは沿っているんだけども、1つの辺だけに沿って書いてるわけじゃなくて、2つの辺に沿って書いてしまっている。で、こういうのは、順動形が許さないというわけです。順動形写像では許されない。ただその辺の埋め込まれ方が、その H の一つの辺だけに沿って、描かれるようになっているということが、その順動形であることの、定義と同じなんですけども、実際。そういうふうなイメージの仕方をしてもらってもいいかなっていうふうに思います。はい。で、ちょっとですね、もう一個、この図が良くないところがあるので、一つ、補足すると、この図のですね、この黒い辺の埋め込まれ方は、この辺同士が交差しないように埋め込まれてますけども、辺同士の交差は別にあっても構いません。だけども、その辺、一つの辺に沿って、どれもが埋め込まれているということが重要です。はい。まあ、これは、こういうふうに想像した方が想像しやすいかなっていう人のための、イメージなので、まあ、今後これ使っていくかどうかわかりませんけども、一応これも示しました。はい。で、記法がありまして、ちょっとこの記法がですね、いいかどうかっていうちょっと議論もあるんだけども、一応紹介します。G から H への順動形作動が存在するときには、G から H に矢印を書きます。
で、まあ、これどういうものかちょっとよくわかんないんですけども、まあ、この矢印で書きます。まあ、G 矢印 H とか G to H とかいくかな。という、呼ぶかもしれませんけども、まあ、こんな形で書きます。だから、これ非常になんかわかりにくい記法なんですよね。なんか矢印はその写像の時に使ったりってこともよくするので、それと紛らわしいんですけども、まあ、こういう書き方をよくします。で、純度計存在しない時には、それを否定する形だと。でですね、なんでこういう書き方をするかっていうのをちょっと言うと、皆さん、もしかしたら、検論っていう言葉を、これは検論、カテゴリーですよ。っていう言葉を聞いたことがあるかもしれないんですけども、まあ、この矢印っていうのは、まあ、その検論によってる、これ、斜なんですよね。斜 を表していて、だから、まあ、そのつもりで矢印書いてるっていう感じなんですね。実際、このグラフの順動形っていうのをカテゴリー作るんですけども、だからグラフ全体の、グラフをオブジェクトと思ったときに、この順動形っていうのは、これ、カテゴリーと作るんですけども、だから、まあ、作るはずっていう、これ作るはずなんですけども、間違ってたらごめんなさい。これ作るという記憶があって正しいはずなんですけども、それで、その記法を、援用してると思ってもらえばいいんですけども、まあ、これは本当に余談中の余談で、今私も間違ったこと言ったかもしれないので、後でちゃんと調べておいて訂正する場合は訂正します。で、そういうことなので、まあ、こういう記法は、その意味では自然になるはずです。だから、そのグラフとかですね、その普通の二三数学今まで学んできたっていう人にとっては、なんか、この集合じゃないものに対して、このなんか矢印を使って写像をように書くというのは何事だっていうふうに思うかもしれませんけども、まあ、そこは許してもらうということになりますので、よろしくお願いします。で、検論の話は今後しないので、それは安心してください。でも、もしその皆さんが検論について少し知ってるとかっていうことがあると、まあ、それがいろんな、グラフの順動形にまつわる概念を理解するときに役立つ可能性はあります。私自身はあんまり検論に詳しくないです。あんまりというか、ほぼ何も知らないと言っても構わないです。まあ、定義を知ってるぐらい。定義をちょっとした性質を知ってるぐらいです。で、一応、ここでちょっと出てきます。順動形と対象の関係の例です。後でちゃんとした関係は述べますけども、これ先ほどのその最初で使ったグラフですね。で、これ別のグラフです。これ次のグラフかな。あります。で、この右のグラフ、じゃあ左のグラフを G だと思って、右のグラフを H だと思ってほしいんですね。で、今、この H というのが色を表していると思ってほしいんです。今、この1、2、3っていう、ありますけども、これは、まあ、色集合ですね。3色の色集合なわけです。で、今、この G というグラフは3色で塗るんで、3色で塗ってるんですが、実はこれは、この H というグラフ、の順動形写像になってるわけです。なんでかっていうと、この B と D はここに写ってる。E と F はここに写ってる。まあ、こういうふうに見えるわけです。じゃあもしこれが順動形じゃなかったらどういうことが起きてるかっていうと、例えば B と D の色が同じになったわけです。こんな感じで。で、そうすると B と D は同じこの2という頂点に移されることになって、BD の移した先は、22になってしまって、これは、このグラフの辺ではないわけです。つまり、この左のグラフの彩色っていうのは、この今考えているこの H への順動形と全く同じものです。写像として。これわかりますか？いいですか？これがその写像として、彩色を理解してほしいってことの一つの理由になります。で、これはまあ、今はこれ3彩色の話をしているんだけども、これ実は4彩色、5彩色、6彩色、147彩色全部について同じような H があるんですけども、まあ、その H は何なのかってことは後でちゃんと説明します。はい。ここはいいでしょうか。時間が今はですね。30分ぐらい。あと40分あるんですね。なるほど。わかりました。はい。じゃあ、こういう形で、ちゃんとした話っていうのは後でします。
これは、まあ、その山菜食に、山菜食における例だと思ってください。山菜食における例だと思ってください。はい。今ですね、グラフの順動形写像、順動形っていうものを定義したんですけども、似たような概念がいくつかありますので、それをちょっとご紹介します。で、このような概念も今後使っていきます。で、特に重要なものが、この動形写像と呼ばれるものです。で、動形写像というのは、英語でこれアイソモーフィズムといって、そうか、さっき順動形のところでさんと言いましたですね、順動形写像は英語でホモモーフィズムと言います。で、この、英語も似てるんですよね。ホモフィズムと言いまして、この、ホモなのか、アイソなのかっていう違いが、まあ、あるわけですけども、実はこの後で何とかモーフィズムっていうのがあと2つ出てくるんですけども、なんか日本語にすると割とわかりやすいように、翻訳されてるんですけども、英語で見ると、なんか違いが全然わかんなくて、まあ、困ったりするんですね。で、一応、今後あんまり英語は使わないとは思うんですけども、もうなんかまあ、皆さんが英語の文献を調べたりするときには、英語必要になるので、一応英語の方を上げていきます。で、動形写像は何なのかと言われると、ここに書いてあるもので、この定義の見た目は、この順動形写像、ホモフィズムに非常に近いんです。で、どこが違うのかっていうところは赤で示してたんですけども、まず一つ目は、F という写像は全単写である必要があります。F という写像は全単写である必要があります。全単写っていうのは、まあ別の言い方で言うと、1対1対4ですね。だからその頂点の間の1対1対4である必要があります。で、もう一つあって、この矢印が両向きになっています。先ほどの、順動形写像の場合は、これは右向きだったらしい。これが両向きになっています。で、この二つの違いがあります。ですか。で、まあ、下は、その、下は両向きね。下は、その動形写像の例を表しています。で、動形写像を、イメージするときには、どういうふうにイメージしてほしいのかというと、これはですね、このグラフの見た目が全く同じであるというふうに思っています。何を言ってるかというと、この G の描き方を変えると H になると思っています。何を言ってるかというと、今 G というグラフがあるんですけども、それを別の描き方をして、例えば、3、2、1、4とこう書くと。で、こう書くと、その頂点の配置と辺の配置が全く同じなわけです。ですか。で、そういうような場合は、その、G から H への動形写像があるんだというふうに思ってください。ですか。で、実際、この描き方っていうのはどういうふうに作っているかっていうと、この動形写像を見て、その位置にこの頂点を置いているというふうに作られているという形になっているわけです。なのでかっていうと、この B の位置に2を置くと。A の位置に矢印できた3を置くと。こういう形になっています。いいですか？これが動形写像の定義です。これは分かりますでしょうか？いいですか？で、ちょっと気になるのは、この2つですね、この全単写っていう部分と、この矢印の部分がこれ変わってるんですけども、これ変えなかったらどうなのかっていうと、これ両方とも、もともとこの全単写が写像、矢印が一方向だったら、これは順動形写像になるんですけども、例えばですね、あ、そうか、これが今、その比較ですね。順動形写像の場合は、写像だったですね、全単写だった。で、この矢印も右向きだったということになるわけです。で、これが順動形写像と動形写像の違いです。で、じゃあ、もし、じゃあ、動形写像の定義を間違えて、この全単写じゃなくて、ただの写像にしてしまったらどうなるでしょうと考えてみる。で、こうすると、これは、この動形写像にはなりません。この下の定義では、これ動形写像写像になりません。で、例は出てくるのかな？あった、例があった。ですね、例えばですね、この G と H 見てみます。で、こうすると、この下の定義における、下の、条件を満たす写像っていうのが存在します。この G から H で存在します。で、どういうふうに存在するかっていうと、これは間違えちゃう。これは、あ、ないです。書かなきゃいけなくて、これをここですね。いいのかな？ちょっと待ってくださいね。なんか、これ間違えそうでやばいなと思ったけども、大丈夫ですね。こうですね。これ、これ。で、こんな感じに写します。
で、こんな感じで移すと、ここの条件を満たします。これ、わかりますか？いいですか？これ難しいかな？移った先が辺であることと、もともと辺であることが同値になる。という条件を周りに満たされます。わかりますか？これ、焦点に名前がないから、なんか質問するのもしづらいかもしれませんが、これわかりますか？いいですか？まず、これは写像です。VG から VHA の写像です。はい。で、この G のこの辺が H の辺に移されているってことがわかります。で、H の方も、この F で移った先として現れている辺が G の方に現れている。ただ、例えばこの右の方の辺っていうのは、この FUFV という形、これ、来てないわけです。いいですか？だからちょっと、まあ、なんだか、わかりにくいかもしれませんけど、だから何言ってるかっていうと、で、もう一つ重要なのは、この G から H に作ったこの写像は全体図ではありません。なぜかっていうと、1対1対応じゃなくて、ここら辺にその F によって移されてない頂点があるから。F によって移された先になってない頂点があるからですね。なので、このように定義してしまうと、これは同型写像の定義としては間違ったものなので、それは注意をしてください。全体図がなくてはなりません。一方で、全探査であるんだけども、矢印が一方向しかないっていう場合も、これも間違った定義になります。で、これも例があるはずで、これですね。これは、全探査を、例えばですね、こんな感じで作ると。見た目その通りに移す。とすると、何がいけないかっていうと、これはですね、下の条件を満たします。もともと G の辺だったところは H の辺になってます。だけども、H の辺であるのに、H の辺で移った先として現れているのに、G の方にないものがあるので、これは逆向きは、満たさないわけです。逆向きっていうのは、この矢印の逆向きは成り立たない。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。逆向きは成り立たない。っていう形になってますので、何を言ってたっていうと、この写像は、下に書いてある性質を満たすんですけども、上に書いてあるこの両向きの矢印を出しませんから、この写像は、同型写像ではありませんということになります。で、先ほどの、直感的な言い方をすると、この G をどのようにこの頂点で動かしてあげても、この H そのものと形が同じになることはないということです。で、この場合も、同型写像はありませんので、この間違った定義を使わないようにしてくださいということになります。だから正しい定義は全端者であり、なおかつ両向きに矢印があるということになります。よろしいでしょうか。ここ難しいですか？いいですか？感覚的に言うと、感覚的に言うと、これですね。まず下から説明すると、この G と H っていうのの間に同型画像があるっていうのは、見た目が同じであるってことを表しています。で、そのまあ同型画像が存在するときには、このまあイコールのような形の、記号で表す。で、そうじゃないときには、それの否定で表す。ということにして、G と H は、ちゃんと言いますね。G と H の間に、ちゃんと言う。G から H への同型画像があるときには、G と H は同型であると言います。で、この同型って言葉を今後よく使っていくことになります。はい。で、あと似た言葉が2つありまして、それも紹介するんですが、まず自己同型写像となります。これは同型写像の中で、この G と H が同じグラフの場合、だからその自分自身への同型写像のことを自己同型写像と言います。はい。で、これはオートモーフィズムと言います。ただそのモーフィズムの前に嘔吐がつきます。まあ、嘔吐がつくとなんか、まあ、自分っぽいかなって気がするかどうかそうわかんないんですけども、まあ、オートモーフィズムって言ったら自己同型写像と言います。日本語で自己同型写像。だから、まあ、自己とついたら自分から自分への写像であるっていうふうに思ってください。で、同型写像。だから自分から自分への同型写像が自己同型写像です。そうすると、自己純同型写像っていうのもあっていいかなって思うんですね。で、実際あります。で、自己純同型写像です。で、これは、英語で言うと、エンドモーフィズムと言います。
もうエンドモーフィズムという英語を見て自己順動下作動というふうに訳した人をちょっと褒めてあげたいというふうに思うんですけども、これは、つまり自分から自分への順動下作動のことです。まあ、意味としては本当に自己順動下作動のわけです。自己順動下作動のわけですね。はい。で、今ここに例書いてあるんですけども、その例、例ではちょっと分かりにくかったので、ちゃんと書こうとすると、G から G へのって言っても G をもう書くと。3、5ですね。こうですね。で、この右に書いてある写像をまた、矢印で表すと、1が4、2が5、3が4、3が4、ここです。4が1ですね。で、5が5。こんな感じ。で、これは、ちゃんと、順当下層になったりしていけないんですけども、まあ、それは確認できると思うので、ちょっと確認してみてください。私がこれで例を作っているので、間違っている可能性がありますので、間違っていたら、間違っていることも指摘していただけるとありがたいです。はい。私ね、よく間違うので、あんまり私のことを鵜呑みにしないようにしてください。はい。で、これがその関連概念3つでした。もし言うと、初めに順当下層を定義して、その後で、この説では、関連する概念として、同型写像と自己同型写像と自己順同型写像を定義します。はい。ではですね、この同型っていう言葉を使うとですね、いろんなグラフが、よく使うグラフを定義できるようになるので、それをやっていきます。で、そのグラフが今後よく出てくるので、まあ出てきた時にまた復習するようにしますけども、一応ここでまとめて定義しておきます。はい。で、まず出てくるのは完全グラフというグラフです。完全グラフというのは、ここに書いてあるグラフと同型なグラフです。だから、その見た目がですね、このようなグラフになっているグラフのことを完全グラフと言います。で、どういうグラフかというと、すべての2頂点の間に辺があるグラフだと思ってください。だから、感覚としては、今言ったのが定義でもあるんですけども、直感でもあって、どの2頂点間にも、辺のあるグラフです。まあそんな感じですね。だからまあちゃんと定義書として行っていて、まあ N 個頂点があったら、その頂点2つ取ってきて、それが異なっていたら点とするという形で E を作っていると。点集を作っているということですね。で、頂点数 M の完全グラフを KM で表します。今後この記号をよく使っていきます。KM といったら頂点数 M の完全グラフです。で、まあこう K7。色を見ると、これは7個頂点があって、どの2頂点の間も辺に縛られているということになっていますね。なってますね。はい。というものです。これが完全グラフです。これよく使います。で、そうかね。一応、この N は1以上としています。頂点数0のグラフを考えると、いいこともあるし、良くないこともあるんだけども、この授業では頂点数0のグラフは考えないことにします。ただ、その初めにですね、V というのは有限集合と言ったんだけど、有限集合でも特に空ではない要素を持つ集合だけを考えているというふうに思ってください。すいません。じゃあ、それはちょっと今補足していきます。はい。で、次によく出てくるのは、この道、パスと呼ばれるものですね。道。で、これは、この下の図のように、一直線上に、並んでいるものだと思ってください。で、まあ、ちゃんと定義しようとすると、このような形ですね。これと同型のグラフとして定義されます。まあ、この図で、様子を思い浮かべてもらってもいいかなというふうに思います。はい。で、頂点数 N の道を PM で表すとします。で、この場合には、まあ、この一直線上に並んでるんですけども、頂点数1の道というのもあると思ってください。その場合は、まあ、これですね。これになると。これ P1 です。はい。で、実際にちょっと前のページ見てもらうと、この K1、K2 っていうのは、この PHP と同じです。まあ、これ見た目が同じなんで、K1 と P1 は同型であって、K2 と P2 は同型である。というふうにも書かれています。というふうになっています。はい。いいでしょうか。で、頂点数 N の、頂点数 N の道を PM に表して、PHP という形で書きます。で、道の長さっていう言葉を今後使う可能性があるんですけども、それはこの辺の数です。ただまあ気分としては、道の一番端に行って、何個飛んでいくと、何回飛んでいくと一番端に着きますかっていうその数だと思ってください。それ辺の数です。で、道の辺の数は頂点数マイナス1になります。だからまあ頂点数マイナス1のことを道の長さと呼ぶと思ってください。はい。で、道と並んでよく出てくるのは、平路と呼ばれるもの、サイクルですね。
サイクルというのは、先ほどのようなこう道があったら、この道の一番端同士をまた辺で結んだものだと思ってください。はい。でそれが経路です。でこの場合は頂点数が5なので、C5 と書きます。一般に頂点数 N の経路は C5 と表します。で、こんな感じですね。でそうすると、まあ、先ほどと同じように C3 を見ると、これはですね、2個戻ると、これですね、計算と形が同じ。なので、C3 と計算は同形だというふうに言います。はい。で、これですね、下。辺の数 N を経路の長さと言います。例えばですね、この CQ 見たら、まあ、この始めのところからスタートして、こうまあ飛んでいって、まあ、元に戻る。までの、そのホップ数が、この長さです。で、それは辺の数を等しいので N になります。よろしいでしょうか。で、今ですね、完全グラフ、道、経路っていう3つの向こうグラフを、よく使うものとして定義したんですけども、実はですね、有効グラフも今後よく出てきます。で、そうすると有効グラフちゃんと定義しなくちゃいけないので、まず有効グラフの定義を始めます。で有効グラフっていうのは、先ほどの向こうグラフと似てるんだけども、辺に向きがあるんですね。で、向きを表すために、この、その向きのついた辺のことを、このように順序ついて表します。順序ついて何かっていうと、先ほどは、向こうグラフの時には、1、2っていう集合だったんですけども、向こうグラフの場合。向こうグラフの辺。でも、この有効グラフの場合には、この順序対で表します。順序対なので、これ1、2と書いたら、何が起きるかっていうと、この順番が大事なんです。1、2と書く場合と、1、2と書く場合と、2、1と書く場合は、違うものを表す。ということになります。あ、そこですね。まあ、2、5と表す場合と、この2、5とこの5、2は違うものだ。ということになるわけです。で、それが重要です。順序対が順序が大事。で順序は大事なんで、その順序によって向きを表しているということになります。で、それは、この図紙においても現れていて、先ほど言ったこの2、5っていうのは、どのように図紙されるかというと、2から5に向かっている矢印として表されます。ですか？で、5、2っていうのは5から2に向かっている矢印として表されていて、それは異なるものというふうになっています。またですね、4、4っていうのがあります。これは、この、有効グラフでは許されることになります。で、それはですね、4から4に向かっている矢印で表されると。ということになっています。で、このような形で矢印を使って有効グラフが図示されます。よろしいですか？それでですね、有効グラフについても、また向こうグラフのときと同じような、用語があるんですけども、頂点の方は変わらないです。ただ、ですね、辺の方をですね、辺と呼ぶ場合もありますし、その、向こうグラフの場合は、辺は要素数2の集合だったんだけども、有効グラフの場合は順序対なので、それを区別するために、個と呼ぶこともあります。で、この講義では個と呼んでいきます。で皆さんの場合は別に有効グラフの個のことを辺と呼んでもらっても構いません。が、この講義、私が個と呼んでいきます。はい。で、個があったら、UV というのがあったら、それはどういうことかというと、U から V に向かって矢印が出ているということなんだけども、この時には U の方をこの個の視点、と呼んで、V の方は終点と呼びます。一応、英語で言うと、視点の方が定義かな。あ、なんか、またそれね。これ定義が挟んだけど、ちょっと今なんか自信がなかったので、これやめて、まあ、じゃあ日本語だけ言います。視点と終点です。はい。と言います。はい。だから例えば、この4、4というポイントにとっては、4が視点であり、4が終点であるということになります。よろしいでしょうか。で、有効グラフは、この V と A、この頂点集合と個集合の対として表されるんですけども、その有効グラフ G だけがあったら、その VG と AG と書いて、その頂点集合と個集合を表すこともあります。これは向こうグラフの場合と同じです。はい。で、そうすると、有効グラフに対しても、順同傾斜像とか、同傾斜像とか、自己同傾斜像とか、自己順同傾斜像っていうのが定義できます。で、視点の定義はちょっと後で、パッとお見せするんですけども、それを使うと、その、有効グラフのよく出てくる例っていうのが、定義できるようになります。で例えば、有効度
と言ったらそれ何かっていうと、こんな形のグラフのことです。で、これが先ほどの向こうグラフの場合の道と、まあ、似てるんですけども、この向きがですね、一方向に揃っているっていうのが重要です。で、頂点数が N の有効度のことを PN で矢印付きで表すということになります。よろしいでしょうか。あ、間違ってますね。すいません。これは、私は矢印付きに書きたかったんだけども、まあ、これ、矢印付けはつけまいが、まあ、グラフとしては同じなんですけども、私はつけなかった。けども、つけるのも好きです。これ、後で修正しておきます。はい。そのファイルを修正しておきます。はい。で、同じように、有効経路っていうのがあったら、これはですね、先ほど と同じように、向こうグラフの時の経路と似てるんですけども、それは、この向きが、この一方向にこう揃ってる必要があります。ですかね。よろしいでしょうか。で、有効グラフの場合には、この経路というのは、頂点数1の経路とか、頂点数2の経路っていうのを作れます。向こうグラフの場合は、頂点数2、で、経路を作ろうとすると、なんかこんな感じのイメージになるんですけども、この場合は、この2つの辺が集合として同じになってしまうんです。例えばですね、左側の頂点が1で、右側の頂点が2だったら、この辺はどちらも1、2と表されるわけです。でそうすると、集合として、1、2と1、2を持つ集合っていうのは、集合としては1、2と同じなんです。集合っていうのは何がそこに要素として含まれているのか含まれていないのかっていうことだけが問題なので、その何個含まれているのかってことは、これ、気にしないんですね。集合っていうのは。なので、このような、イメージで描かれるグラフというのは、我々が定義した向こうグラフでは作れません。で、一方で、このように二つの頂点の間に複数の辺を持たせたいというような場合もあるんですけども、その場合は向こうグラフの定義を変える必要があります。で、それは割と厄介で、この講義では扱わないことにします。ということで、このようなイメージで語られる経路として、長さが2、頂点数が2のものは、この講義では扱わないし、存在しないものとして扱って、やっていきます。で、同じように、頂点数が1の経路っていうものも、もしかしたらイメージするかもしれませんけど、これも我々の定義でした辺の定義に合わないので、これも扱わないということにします。実はですね、グラフの順等級の世界では、この、長さ1の、長さ1の経路っていうのが重要な役割を果たす場合があるんですけども、この講義ではそれは扱わないとします。だから、そのことによって、いろんな文献に書かれている、その順等級に関わる性質や定理と、この講義で扱う性質と定理が若干見た目上異なる場合があるので、それは注意をしてください。はい。で、今どこまで説明したかというと、これはちょっと意識しまして。で、それでですね、そうすると、この長さ1の経路とか長さ2の経路というのはこれあり得るということになります。で、経路の頂点数を N のときに、その、記号としては CN の上に矢印を付けたという形にします。はい。で、先ほどと同じように、先ほどというのは、向こうグラフの経路の場合と同じように、この数をその経路の長さと呼びます。はい。で、今、有効度と有効経路を定義したんですけども、完全グラフ、向こうグラフの完全グラフに対応するものとして、有効グラフでよく出てくるものは、水位的トーナメントです。水位的トーナメントです。これですね。で、これはどういうことかっていうと、これすべての、ちょ、これ見ますけども、すべての二頂点間の個があるんだけども、その個の向き方が一方向に向いている。この場合、その左から右にしか、この個が向いていないという格好になっています。で、ちょっとこれは、説明をしようと思うんですけども、この上の説明をどうなってるかというと、この、グラフと同型なグラフが、頂点数 N の推移的トーナメントですと言っていて、それは、TN の上に矢印を使うもので表します。というふうに書いています。はい。で、ですね、何なのかというと、このじゃ、T5 で見てみると、これ頂点数が1、2、5だと思うと、この左から1、2、3、4、5と、並んでると思ってください、頂点が。で、個というのは、どの2つも結ぶんだけども、i が j を小さい形で結ぶと。だから i と j があったら、こういうふうにその結ぶんだけども、その時には i は j 未満じゃないといけない。なんか、例えば、
1と4があったら1と4を結ぶ、個は1から4に向かっているように向き付けられているということになります。で、同じようなルールで全ての個に向きをつけると、こういう形になるということになります。で、ここには書いてないけども、一応、T2 を書くと、こうなりますね。で、T1 を書くと、まあ、ちょうど1と、ちょうどいいと。こんな感じになるということになります。よろしいでしょうか。いいですかね。ちょっと疲れてきましたかね。ちょっとあと10分ぐらいなので、あと頑張ってやっていきますけども、じゃあですね、ちょっとまあ余談っぽいこと言いますね。これなんでトーナメントなのか。皆さんね、トーナメントと言われると、だからこういうものもね、こういうなんか対戦表を思い浮かべると思うんですよ。トーナメント。うん。で、これは正しいんですけども、実はですね、トーナメントという英語は、このような対戦表たちを表すわけではないんです。それが困ったことなんです。で、我々がよくリーグ戦というふうに呼んだり、総当たり戦と呼んだりするもの、それも実は英語ではトーナメントです。ほう。英語ではトーナメントです。だから、どちらかというと、この図は、総当たり戦のイメージを持ってほしいんです。総当たり戦のイメージを持ってもらって、例えば、この1から5っていうなんかチームが総当たり戦で対戦する。でですね、このチーム、5つのチームのですね、強さはですね、圧倒的に違っていて、5が一番強くて、4がその次に圧倒的に強くて、その次に3が圧倒的に強くて、その次に2が圧倒的に強くて、その次に1が圧倒的に強いという形になっていると、対戦をするとですね、対戦するんだけども、対戦する前からもう勝敗分かってるんです。で、その勝敗をこの矢印が表していると思ってください。思ってください。だからその、その矢印があったら、その対戦をしたら、視点が終点に負けるというふうに思う。で、そうすると、このような推移トーナメントを得られるというふうに思ってほしいんですね。で、実際に、じゃあこのトーナメントっていうのは、グラフの意味では何を表しているかっていうと、完全グラフ、向こうグラフがありまして、そのすべての辺に、いずれかの方向の向きをつけることによって得られるグラフ。どっちでもいいです。これをトーナメントと言います。もう一度言いますね。向こうグラフのすべての辺に、いずれかの向きをつけて得られた有効グラフのことをトーナメントと呼びます。で、その中でも、この、ように、一方向に全部の辺、個の向きが揃っているもののことを、推移的という、形容詞をつけて表すということになります。ということで、これは推移的、これは推移的トーナメントと呼ばれています。はい。なので、トーナメントという言葉を聞いて、なんかこういうその、なんだろうな、勝ち抜き戦みたいなものを、イメージするかもしれませんけども、まあ、それは、ちょっと日本語のイメージだけであって、英語のイメージから言うと、その総当たり戦もトーナメントであって、まあ、こういう図が、こういうグラフがトーナメントと呼ばれるのも同じけるということになります。はい。今はですね、このよく使うグラフのところまで話をしてきました。で、この後ですね、ちょっと今、ちゃんと定義をしなかった有効グラフの順同形とか同形の話をしたいんですけども、そこ時間がないので、定義は向こうグラフの場合と同じようにします。で、定義自体はここに書いてあるので、見ていただければわかるだろうと思うので、それは自習として、今の2ページは見ておいてください。ということにします。はい。じゃあ最後に、ようやく、この順同形と彩色っていうのはどういうふうに関係するか。つまり、順同形がどのように彩色を一般化しているかって話をします。これが性質です。何かというと、グラフがありまして、グラフですね。G が K 彩色可能であることと、G から KK、KK というのは、これは頂点数 K の完全グラフですね。頂点数 K の完全グラフへの順同期差が存在するということは同値です。頂点数 K の完全グラフ。で、下の例は、これは K が3の場合の例ですね。
先ほどの例と同じです。だからこの先ほどの例でいうと、この右側は計算になるわけです。で、先ほど言った通り、経済職があるということは何かっていうと、経済職が存在するわけです。で、経済職っていうのは、社蔵なので、その社蔵と、この右側で言ってる純動計算度っていうのが、実は同じなんですよってことを、ちょっと今から説明したいんですけども、はい。あ、これは、そうですね。だけども、まあ一応なんか証明っぽく書いてるんだけども、これは先ほどの、例のところで、私が口で説明したものを文章で書いただけです。文章で書いただけです。ので、まああんまり、今この時間を使って説明するものではないと思うので、皆さん後で見ていただければ、それは先ほど私が例のところで説明したことを、から文章で書いてただけなんだなということがわかると思うので、まあ、それで理解していただきたいということになります。ただし、先ほどの例のところでは、このスモール K が3の場合の説明をしていたんだけども、ここでは、まあ、それが一般的になっているということになります。で、ここで説明しているのは、彩色があれば、経済色があれば、それは実は純動形ですよ、ということを、言っています。で、逆向きって何かっていうと、純動形が存在すれば、実はその純動形作動っていうのはそのまま彩色になってますよ、ということを言っています。はい。で、これは、先ほどの説明、例のところで説明したことと同じなので、それもまた、文章を読んでもらえば、まあ、わかるかなと思うので、これは見ておいてください。はい。ということで、完全グラフへの純動形っていうのが、我々が知っている彩色と同じなんだということになります。で、そうすると、その、じゃあ、完全グラフじゃないグラフに対する純動形っていうのは何なんだと。その、色をつけるというような意味合いで、なんか、解釈できるのかっていうのが、11月頃の授業でやりたいことになります。で、実際、その今の解釈に従うと、染色数っていうのは、G から、KK への純動形が存在するような K の最小値というふうに言うこともできるようになります。ですから、これは言い換えです。染色数の言い換えです。それとか染色数自身も純動形を使って定義できます。はい。で、今言ったみたいに、その H の方を、完全グラフじゃないようにした場合の純動形作像のことを、分野によっては H カラリング、H 彩色と呼ぶことがあります。だからこれは、その、普通の彩色の場合は、この右側のグラフとして完全グラフを持ってくるんだけども、それを H と、どんなグラフでもいいですよという形で持ってきて一般化したものということになります。ですね。つまりありますけども、普通の意味での経済色は上の意味での、ここですね。この意味での H を KK にしたもの、から KK 彩色です。ということになります。で、この上の H 彩色という定義では、H は完全グラフである必要ないですし、実を言うと、このグラフ自身も無効グラフである必要なくて、有効グラフでも同じことができて、その場合も H 彩色と呼びます。そういう意味で、この H 彩色っていうのが彩色の一般化になっているという形になるわけです。で、それは、とにも直さず、純動形があるのかないのかっていうことを聞いている問題になっているということになります。はい。で、アルゴリズムとして考えたい問題はどういう問題かっていうと、H 彩色問題というもので、何かというと、無効グラフが与えられて、G が H 彩色可能ですか、そうじゃないですか、つまり G から H への純動形作像がありますか、ありませんかってことを聞く質問です。で、この問題が、まあ、最終的に我々解きたい問題として、講義の最後の方の何回かで扱う問題になるんですけども、下に書いてある定理が赤くなっていて、重要なんですね。これは割とすごい定理で、ヘルとニセドリルの定理で、もうすでに1990年から30年ぐらい経ってますけども、何かというと、H 接触問題に対する二分定理というのがあります。英語ではダイコトミー定理と言ったりするんですが、何かというと、この H 接触問題っていうのは、H によって、計算の複雑性が変わります。で、その計算の複雑性は、二通りしかありえないということが分かっています。完全に分離されています。でどう分離されているかっていうと、H が二分グラフ、二分グラフ定義していませんが、H が二分グラフだったら、この問題を通して理解できます。で、そうじゃなかったら、もうどれもこれも NP 関連だと分かっています。これ非常に強い定義です。だからもう H の形見るだけで、この問題の、多項式時間可解性、NP 関連性が分かる。ってことになっています。で、実は今ここで話をしているのは、H が無効グラフの場合なんですけど、実は有効グラフ版もあって、有効グラフ版は実は制約充足問題と深く関わりを持っていて、ちょっと話がややこしいので、この授業では扱わないことになってますけども、一応ここでは、そういうことがありますよということだけを述べておきました。
で、まあ、ここら辺の話を最終的にしていきたい。まあ、つながる話を最終的にしていきたいっていうのが、この講義の目的になります。はい。では、ちょっと今日は伸びちゃったかな。まあ、でも、伸びてないですね。あと3分ぐらいありますので、その3分の間に、コメントを最終的に書いて、送っていただきたいんですけども、一応次回の予告をしておくと、今、その最終的に準動形あるかないかってことを調べたいっていう話をしたので、じゃどのような技法を使うとそういうことがわかるのかっていう、グラフ理論的な方法論を次回はご紹介したいと思います。では、今日の講義はこれで終わりになりますので、